岩手県営運動公園は、岩手県盛岡市にある総合スポーツ施設である。施設は、岩手県が所有し、岩手県スポーツ振興事業団が指定管理者として運営管理を行っている。かつて、岩手県立運動公園に状態保存されていた C58-239 号機。現在は SL 銀河の牽引機として再スタートを切っている。岩手県営運動公園には野球場や陸上競技場、補助競技場、サッカー場、ラグビー場といった施設が配置され、岩手県のスポーツにおいて中心を担う施設として機能している。同陸上競技場は1970年開催の第25回国民体育大会の会場とするために1966年6月に完成した。その後、1999年にインターハイのサッカー会場となるために改修され、現在の姿になっている。東北地方の陸上競技場としては、宮城スタジアムに次ぎ、仙台市陸上競技場と並ぶ収容人員を誇る。サッカーやラグビーなどの公式戦も行われ、球技場としても使用される。近年は老朽化が著しく進み、新設や改修を検討すべきではないかとの声も上がっている。サッカー J リーグ、なでしこリーグの開催歴2012年4月女子サッカーなでしこリーグ日テレ、ベレーザ対ジェフユナイテッド市原、千葉レディースの試合が行われ、なでしこリーグ地方開催としては異例となる7082人の観客を集めた。フィールドはクレー。特にラグビー場とはメインスタンドのコンコースを共有する形で、背中合わせのような感じで建設されている。天皇杯予選などが行われている。天皇杯岩手県予選などが行われている。運動公園施設ご案内。ありがとうございます。